君全部声に出てるんだよ。私が欲しい答えをくれた人はあなたが初めてです。失礼な質問をして申し訳ございませんでした。いいよ、もうお帰りな。 あと一つだけ聞かせてください。何？水着、この寒空の下、その水着は何なんですか？今さら？怖くて聞けませんでした。チェーホフの銃だね。チェーホフの銃。チェーホフは劇作家？そう、文学の技法。ストーリーには無用の要素を盛り込んではいけない。弾を装填したライフルを舞台上に置いたら、それを発砲しなければいけない。水着の人がいたら、その理由を聞かなくてはいけない。は？え？何してるんですか？お難は脱ぎ始めたんですけど、私はその時の光景を忘れることができない。お難は深夜、この寒空の中、脱ぎ始めたんだ。ここはそういう、いわゆるプール的な場所なのか。そんなことを考えていると、女は踊り始めたんだ。先生、先生。人生には思ってもいないことが起きるタイミングがあるんだ。人生には思ってもいないことが起きるタイミングがあるんだと彼は言った。真夜中の心霊スポットにいた水着の漫画家と、突然やってきた謎の水着知女。私の頭は完全に混乱の渦の中。ここで話は一旦過去へ飛ぶことになる。私の知らない物語だ。しかし私が知ることになる物語だ。どう？なんだよ。面白くない。は？どこが？いや、話がよくわかんない。どっからだよ。ちょっと待って、言い方改めろよ。え？面白くないって言い方すんなっていつも言ってるだろ。最初からよくわかんないでよかっただろ。ごめん。で、どこからよくわかんないんだよ。ちょっと待って、ちゃんと読み込まないとわかんないよ。俺才能ないのかもしれない。ちょっと待ってよ、俺才能ないのかもしれない。もうダメなのかもしれない。ちょっと待ってよ。もうダメかもしれない。大丈夫だよ。もうダメかもしれない。大丈夫だって。面白いと思えるようになるまで付き合うから。どの口で大丈夫って言ってんだよ。え？お前がつまんないって言ったんだろ。なんでそれで大丈夫だって言えるんだよ。だって今までだって。今回絶対大丈夫って言えるのか。絶対絶対大丈夫だって言えるのかよ。うん。じゃあ大丈夫じゃなかったらどうするんだよ。え？約束しろよ。何？昔言ってた約束。もし俺が死んだら水着でお墓参りするって。冗談で言った話でしょ。一緒に笑ってたじゃん。俺の気持ちがわからないから、そんなに簡単に面白くないとか言えるんだよ。だからごめんって。ちゃんと読むから。俺が死んだら水着でお墓参りしろよ。冗談でもそういうこと言わないで。絶対大丈夫なんだろ。俺は大丈夫だから。絶対面白くなるから。まず読ませて。何が大丈夫なんだよ。俺はいつ売れるんだよ。お前は俺の何に期待してるんだよ。何に希望が持てるんだよ。大丈夫だから。本当に今までだって最終的には作品面白くなってるじゃない。これも絶対面白くなるから。分かった。どこが気になるのか分かったら教えて。俺はちょっと酒買ってくる。
お酒飲んだら書けないでしょ。話は私たちの場所へ戻ってくる。私は聞いた。彼の話を聞いて私も脱ぐことを決めた。先生の話を洋服を着たまま聞いていられるほど私は不作法ではないのだ。いや、脱がなくていいよ。いえ、そうはいきません。彼女はさ、彼女は毎月水着で踊るんだ。ここで俺が事故った場所だから。脱ぐなら早く脱ぎなよ。どっちでもいいよ。俺は家で戻っててね、思いつきやすいんだよ。あいつは何にも悪くないんだけどね。俺がただ酔っ払って段差を踏み外しただけ。車に飛び込んだのは全然あいつのせいじゃないんだけどね。俺が面白いものを描けなかったのも自分のせいだし、事故ったのも自分のせい。でも唯一の後悔は、水着でお墓参りしてって話をしたところ。あいつ関係ないのにずっと罰ゲームしてるみたいなことになっちゃった。先生。お前はなんで俺のこと先生って呼ぶんだよ。私は死んだんでしょうか。わからないよ。俺はここで事故ったってのはなんとなくわかるけど、君は何したの。覚えてません。最後の記憶は走ってるところです。私は死んでやるって思って全力で走りました。こけたんじゃない。え、全力でこけたんじゃない。Ha ha 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 ha